ご機嫌いかがですか。ご機嫌いかがですか。福沢さんありがとうございます。敷島会の皆さんありがとうございます。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で演説する長谷川隆です。長谷川隆です。よろしくお願いします。本日は後期2677年平成29年8月26日土曜日です。ここは東京池袋駅東口。皆さん今日も大変暑い一日です。昨日も暑かった。いかがですか体調の方は。今年は梅雨が明けてからじわじわと雨の日が続きました。私もここ東京に来て36年になるんですが、こんな年もあったのかなと記憶にありません。皆さんはいかがでしたでしょうか。相変わらず台風も多く雨も多く、今年は全国的に大雨で大きな災害がありました。皆さんのふるさとはいかがでしたでしょうか。まだまだ雨が続きそうです。大きな災害に備えましょう。最近の災害は、まあ、もちろん災害だからもうその地域で何十年も住んでる方がこんなのは初めてだというような災害が多いですね。皆さんのところはどうでしたでしょうか。災害が起きてみるとあれあれ、テレビで見てるとああそこの山なら崩れるよね、あの堤防なら外れるよね、そんな風に見えちゃう。そうですよね皆さん。ところが地元 そこに住んでる人にしてみるといやいやあんなことが起きるとは思わなかった。まあおばあちゃんが、かわいいおばあちゃんが出てきてここに嫁いで 何十年、60年、80年はないか、70年もなるけどこんな災害初めてだよというようなテレビのインタビューというかね、すると必ず出てきますよね。まあどこにも可愛いおばあちゃん全国にいます。よく探してきたなと思いますよね。さて皆さん、この災害はどうしてなんでしょうね。よくまあ地球の温暖化とかいろいろ言います。まあその件はまた別にしてどうでしょう。ふるさとに帰って大きく変わったこと、商店街がシャッター通りになった、まあそれもそうです。ちょっと思い出していただきたい。ほんのこの前自分が子供の頃、ご幼少の頃、まあそんな上品な話じゃないかな、子供の頃遊んだ川や裏山を思い出してください。あれ昔はここでザリガニを取ったんだが、あの川はどこ行っちゃったんだろう。探すとなぜか下にじゃなくて上にある。こちらは豊島区役所です。豊島区役所だそうです。待ち合わせ中や通行中の皆さん、居酒屋やカラオケなどの
悪質な客引きにご注意ください。おいしい料理やお酒が楽しめる店は客引きをしていません。おいしい店は客引きをしてないそうです。お店を案内すると言って別の店に連れて行きます。予約をしている方は必ず店の中に入り店員さんに確認してください。豊島区に客引きしない宣言店があります。客引きを利用しないで青いステッカーの客引きしない宣言店を利用しましょう。This is Toshima City Hall. My last walking around. Please be on guard for people trying to solicit you to go to their restaurant or pub. Places with good food and drink do not aim to use kakuhiki. In some cases,a kakuhiki will agree to take you to one establishment.But it then guide you to a different location entirely. For those who have made reservations somewhere, please ensure your reservation by going to the bar or restaurant and confirming it directly with staff inside the building. Thank you.豊島区からのお知らせが終わりました。私は話途中までで忘れちゃいました。災害の話でしたね。ここではちょっと自然災害じゃなくて人工的な災害もあるようですが、皆さん思い出してほしいのね、子供の頃遊んだふるさとの山川どこにあったか、いつの間にか川がなくなってみたり沢がなくなってみたり、沢に堤防というんですかダムというんですか、そういうのができていたりね、あれずいぶん変わったな。実はこれ自然災害を防ぐために作ったものなんです。川もそう、堤防を高くして、あれうちの庭から縁側から前の山が見えたような気がしたんだけど、なんか目の前に高速道路のようなものが走ってる。よくよく見ると川の堤防だったりね、護岸工事の跡だったり。そうなんです、ふるさとの風景が変わってるんです。もちろんこの事業は災害を防ぐために事業をしてる。ところがどうでしょう、実際は確かにその昔私たちが子どもの頃は年にいっぺんは氾濫していた川が10年も20年も氾濫しない。ところが一旦氾濫しちゃうとどうでしょう、もう手に負えない。市町村、市なり町なり村なりがそっくりやられてしまう。それはそうですよね、皆さん川底がその地域よりも高いところにあるんだから、ひとたび堤防が決壊したらその地域は全滅する、当然ですよね。なぜこうなったか、公共事業なんですよ。小出し小出しの公共事業がこうなっちゃった。もともと川はその地域で一番低いところに川があった、当然ですよね。
水は上から下にしか流れないんですから。当然なんだ。だから地域を整備するには川底を低くしなくちゃいけない。ところが川底を低くするにはお金がかかる。それで堤防を上げてしまったんですよ。これは何かというと予算が組めないの。今年はとりあえずあそこが決壊しそうだからちょっと土のうを組んでいこう、ちょっとブロックを高くしていこう。その結果どんどん川底が高くなっちゃった。これじゃダメですよね。今度次に困ったのが皆さんお住まいの家です。こう言ったらなんだけど昔の家は隙間だらけというか、夏は夏で風も通る家でした。冬はもちろん寒かったかもしれない。そこそこに災害に耐えうるような、それに合わせてような家だった。ところが今の家はがっちり囲んだ家なんだ。結果カビが発生したり、その他もろもろの新しい病気を生んでる。この辺でそろそろ。ご苦労様です。そろそろ日本の国土計画を大きく見直しましょうよ。日本の土地はもう余って余って余ってる。住宅地も余ってる、農地も余ってる、工業団地も余ってる。特別高いものを作ろうというんじゃない。自然災害に対応してちょっとやそっとの雨が降っても地震が来ても土砂崩れが起きても大丈夫なような都市を作りましょう、町を作りましょう、村を作りましょうよ。橋が10本あるんだったら1本でもいいじゃないですか。その橋は絶対大丈夫な橋、そういうものを作りましょう。もうそろそろ日本の国はそういう時代に入りました。とにかく作んなきゃいけないという時代があった。とりあえずあればいいんだという時代があった。もうこれからはそういう時代じゃないです。どうか皆さん選挙の際もそのことを訴える政党なり政治家に投票しましょう。とりあえず予算分取ってきたから、まあこれからまた9月になると補正予算組まれます。補正予算持ってきたからちょっと土木事業が増えたからと、そんなことじゃダメですから。そういったところを照らし合わせて皆さん一人一人考えましょうよ。皆さんもうそんな時代になりました。どうでしょう皆さん、今度の選挙はそろそろなのか、もうちょっとその先なのかわからないけども、そういったところをよく見て投票行動を起こしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。